皆さんこんにちは。今日は、暑い夏にぴったりのコースをやっていきます。夏といえば、花火、チューブ、いや、やっぱりマリオメーカーだよな。エアコンの効いた涼しい部屋の中でマリオメーカー。これが正しい日本の夏の過ごし方だよね。今回のコースは、以前にセイントセイヤのコースとかをやらせていただいた方のコースだな。どんなコースで遊ぼうかと思って探してたら、偶然ぴったりのコースがあったんだよね。本当に偶然以前やらせていただいた方のを見つけて驚いたな。暑い夏に涼めるコースって、今の季節には最高だもんね。しかし、このコースなんだか結構難しくないか？月層もいるし、ファイヤーバーいっぱいあるから、うまくタイミングを見ていかないとね。それにどうやら、赤コインも集めていかないといけないみたいだな。私はそういうのはマップ全体を使って楽しめるから好きだけどね。そういえば霊夢は、ドラクエとかでもわざわざ外れの道も奥まで進んでいくタイプだったよな。子供の頃は、ゲームは年に1本か2本しか買ってもらえなかったから、それこそ隅から隅まで遊び尽くしたよ。同じゲームを何周もやっても、何かしら違う縛りプレイをしたりして楽しんでいたよな。ようやく浮き輪とのこぎりのエリアを抜けたね。赤コインを見逃さないように、上や下もしっかりチェックしないといけないから時間かかるな。水の中なのにファイヤーバーやパックンの炎が消えないのはなんで？ゲームだから。と言いたいところだが、リアルでも水の中で燃え続ける炎もあるみたいだぞ。そうなの？私も詳しいことはよくわからないが、酸素がどうのこうのって言ってたような気がするな。水の中で花火を遊ぶってやつかな。なんとなくそういえば見たことあるような気がするよ。トゲトゲだらけの中に最後の赤コインがあったな。扉に戻る時も慎重に行かないとね。あと、そろそろ中間が欲しいな。また集めるの大変だもんね。ここは敵がいないセーフティーエリアなのかな。一応油断だけはしないようにな。やったー、中間ポイント、ゲットだぜ。このエリアは鍾乳洞とか、海底洞窟っぽいイメージなのかな。氷のブロックを使って、涼しそうな感じがするよね。そしてまた水中エリアに戻ってきました。コインの矢印があるな。とりあえず、降りてみます。あからさまに怪しいところがあるな。ワンアップキノコか。お呼びじゃないね。でも、逆人マリオでこのコースに当たった時には、ありがたいんだぜ。お次は三択か。まあ、一番奥から行ってみますか。なんだよ、またワンアップキノコか。弾幕もきついし、探索も大変だな。こっちは普通のキノコ、完全にハズレを引いてしまったみたいだな。それじゃ、次は左かな。魚や赤キラーがいっぱい出てきてしまって、なんかカオスだな。行き止まりだけど、一応叩いてみます。中身はまたしてもただのキノコ。三択全部外すとか、今日は運がないな。クッパの炎まで来て、もう一回くらいの被弾は仕方ない感じなんだぜ。左下にもハテナブロックあるね。今度こそ、いいのだといいな。やっといいものが出てきたよ。無敵時間の間にどんどん進んでしまおうぜ。なるほど、このノコギリを超えるのにスターが必要だったんだね。相変わらず魚とか、敵がいっぱいいるな。矢印があるので、とりあえず従ってみます。ファイヤーフラワーか。さっきのコインの矢印はがっかりしたけど、こっちは来てよかったんだぜ。また鍵付きのドアがあるね。このファイヤーで誰かを倒せばいいのか。怪しいのは、やっぱりクッパだよね。扉に入らないのか。ここの下くぐれそうだから、先にちょっと行ってみます。そしてクッパさん登場。水の中でクラウンに乗ってるクッパは珍しいね。海のコースだし、ちょうど潜水艦の代わりみたいなものなのかもな。なんだかめちゃくちゃ戦いにくいんですけど。ボム兵の盾やら水中で動きが悪いやらで、これは結構苦戦しそうだな。ファイヤー補充したけど、これじゃもう戻れないのか。クッパが、うまく追ってきてくれればいいんだけどな。これはかなり厳しいよ。ボム兵やら床やらが邪魔でなかなかダメージ与えられないな。あ、これやばい。逃げます。さっき入らなかった扉に行ってみようか。土管か、もしくは上かだな。上って確か何もなかったような気がするんだよねー。それじゃあダメージ食らってしまうが、土管に進んでみるんだぜ。これまたひんやりした雰囲気の場所だね。夏にお化けと言ったら、やっぱりひんやりするもんな。こっちが正解のルートなのかな。この酔っ払ったような画面苦手なんだよな。操作しにくいのもあるけど、なんか目がおかしくなったような気がしちゃうんだよね。Pスイッチを踏んでしまうと、上のブラックパックンが落ちてきてしまう仕掛けになってるんだな。画面のぐにゃぐにゃと合わせて、いやらしい仕掛けだよね。あ、治った。一番奥に鍵があったな。
この鍵は、罠だったのかな？パイレーツ・オブ・カリビアンの呪われた宝物みたいなものか。さて、戻ってきました。もう一度、クッパを倒せないか挑戦してみます。洞窟の鍵、取ったとしても結局こいつを倒さないといけないような気がするんだよねー。多分さっきの鍵で上の扉を開けて、それでクッパと戦うのが正規のルートなのかもしれないな。結構かかったので、カットします。はい、途中でダメージ食らってしまってファイヤーを補充し直してきました。水中で戦うクッパって結構強かったんだな。よしよし、やっぱりこのクソガメが鍵持ってたね。クソガメって言うな。マリサ、このコースはどうだった？水中ステージなのに、熱いバトルもあって体が燃えてきた感じがするんだぜ。それでは、いいねして終わります。また明日お会いしましょう。バイバイ。